八詞弁慶は農学作品の一つ。初見は16世紀初頭の自家伝承などに見られる。江戸時代前期に金剛、北が江戸後期から関税、宝生、コンパルが上演している。室町時代にはテザル学による上演が多い。比叡山斎藤近くに住む武蔵坊弁慶は宿願あって五条の天神に牛の時もお出を行っている。そのの日が来たが、 住者が今日の三景は思いとどまるように弁慶に進言する。人間離れした少年が次々と五条あたりで人を切りつけているというのだ。弁慶は一旦は思いとどまるが、すぐに思い返して、弁慶のほどのものが逃げるわけにもいかぬと、逆に退治してやろうと出かけてゆく。すると五条で切られ逃れてきた二人のとの者が、牛若の千人斬りだと言いながら逃げ去っていった。 牛若が五条の橋で人が来るのを待っている。母の言いつけで夜が明ければ寺に戻らねばならず、今日が最後という。弁慶は好みの大なぎなたを持って鬼神ですら寄せ付けない木で五条に近づくと牛若が傍らに現れる。弁慶は女の姿と見て通り過ぎるが牛若は弁慶をなぶってやろうとなぎなたを蹴り上げる。弁慶は 愚かな奴だと懲らしめようと切りかかるが、切り合ううちに逆に打ち込まれて尻いてしまう。そこで、再び切りかかるが、宙を舞うようにかわされ、とうとうなぎなたを撃ち落とされてしまう。そこで組もうとするが、捕らえることもできない。全く歯が立たず、これは期待の少年だとばかり呆れ果てて、立ち尽くすのだった。弁慶は、あなたはそんなに若いのに、どうして、そのように強いのか。 名前をお聞かせくださいと願う。すると我は、源の牛若であると名乗る。弁慶も名乗り、降参し、どうか私の主人になってほしいと願う。そして、主従の約束を固く結び、牛若の九条の御所へ参上する。本曲は、弁慶物語、義経木など、室町時代の物語に準拠していると言われている。ただし、流布された弁慶にまつわる物語の多くは、 千人切りは、弁慶の所業となっている。中には、天理図書館所蔵の、橋、弁慶など、牛若の所業になっているものもある。本局では、牛若の所業としそれに、室町期の吉経像が投影され、超人的な能力の持ち主として描かれている。ありがとうございます。